はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの滝穴吹です、えー、今日はね文法の十九回目感動詞ですこの中学受験桜らチャンネルはこの私滝穴吹が塾業界三十五年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いしますさあ感動詞っていうのをやるんですけど感動詞ってのは何かっていう定義から言うと 感動とか、呼びかけとか、応答を表して、単独で独立語になる。ね、まあ、これだけじゃね、何言ってかわかりませんけど、こういうものなんです。例えば、感動を表して、ああ、そうかとか、あらーとか、おおとか、おやとかね。これ、感動、こ、感情を表してるんです。まあ、えやった。で、しかも、このあはあだけでね。 もう独立してどこにもかからないんですよ。ああまたやっちゃったっていう時にね「ああはどこにかかるか」ってどこにもかかってないんです。あらー〇〇さんじゃないって言った時にあらはどこにもかかってないんですよこうやって、ね、感動を表して独立語を表すのを独立語になるのを感動詞って言って他に呼びかけもあります。 掛け声もあります応答もあありりまますす応答呼びかけっていうのは相手に呼びかける「おい」とか「こら」とか「うさあ、ね」もしもし相手に何か呼びかけるでそれに対して掛け声「えい」「や」「とせーの」これ掛け声なんですよこれも独立してんです「えい」ってだけでねどこにもかかってないんですよで最後「応答」 要するに「はい」い「いえ」「いや」「うん」え「え」こういったものを「はい」い「いえ」は出すもの応答ですねこれも「はい」ね私がやりましたって言っても「はい」はどこにもかかってないんです「はい」だけで独立してるんですこういうの言葉を「感動詞」って言ってねでこれね、まあ、例えば「もしもし丸○さんですか?」って言われたらこれ「もしもし」は感動詞なんです いいえ僕は知りませんってやるた時は「いいえ」も感動し「まあなんておいしいの?」って言った時にこの「まあ」が感動詞で親親車の鍵がないっていうに親ないんですでこういう感動詞っていうのはね実はね僕はねあのまあかなりの長い間中学受験の国語を、まあ、研究してますけど感動詞そのものが中学受験で出題されてるのは僕はね一回も見たことないです。 一回もないだから感動詞そのものもははされることはないんですだけどまあいろいろ文法をやっていく中でね名詞だ動詞だ形容詞だってやっていく中でやっぱ感動詞知ってるとね感動詞だけは独立して、ね、これで一つだけでもう独立した言葉なんだっていうことを知っとくとまあ理解がね深くなるっていう意味で、まあ、今日やりました。 いいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう